今ね、フラクチャーダートって、ハゼ打ちっていうの。やられた。クソ。喋ってたら。ハゼ打ちがね、結構当たるんだよ、これ。あ、クソ。真上には打ち感じ？おらぁ。やべ。喋ってたら、結構当ててんだよ俺。あたたたた、これ面白い。この後がね、これ当たらねえんだよな。これはね、ハゼ打ちじゃないと当たんねえんで。ここだと多分届かん。当たった、ラッキー。ここだと当たんねえんだよね。あ、うまくいった。当たった当たった。ざまみやがれ。当たってね。難しいんだよ、ハゼ打ち。当たった、ざまみや。めっちゃ面白い、これ。いや、燃えてるぜ。ドラゴン入れって、レベル2の弓のがいいんだよ、これ。うん、やっていいよ。行くぜ。ほら、やったな、当たらねえ。あ、ダメ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 。この野郎。あ、落ちた。なんで落ちた？誰か掘り越えて持ったの？当たった。ちょっとね、マーカーよりも左側に飛ぶんだよ、これ。なんかこう。あ、ほらほら。当たったぜ。死ねや、てめえ。撃ってみろよ。おう、畜生。いけ。あ、ダメだ。当たった。めっちゃ受ける。ワイバーンと遊ぶのこれが一番。教師ワイバーンでも平気。落ちた落ちた。燃えてるぜ。おらおら、いけいけ。あ、いけない、つ、逃げやったな。知ってるよ。ここが難しい。ほら、当たんねえ。当たんなかった。行くぜ。ダメだ。ダメだ。行くぞ。当たんねえな。行け。の野郎。面白くねえな。行け。当たった。やったぜ。あと、あいつ、あと1個になっちゃってんじゃん。あと1本の、ああ、やべ。よし、またこっから。あ、なになに、誰だ？エリンちゃんがやったのか？これ、弓だけで殺せちゃうんじゃね？あ、死んでやがんの。
あ、エリンちゃんに預けて、で俺あの武器が、え？なんか言ってる、門の先にとか言って、これこれこれ1個しかなくてさ、エリンちゃんにあげてたから、俺これなんだよ。星2個だったの、ラッキー。やっちゃったね。何が言いたいかっていうと、なんだっけ、日本語だとハゼ打ち、ストライダーのあれめっちゃ便利、すげえ使い方は難しいけど。カスダラ来るかな、あれもうね、カスダラ呼ばなくてよくなっちゃったよな、これあの木に向かって撃つと木の左に行くんだよ。ほら。で、フラッシュ打ち？これほら、マーカーが出るから、この、例えばここに打ちたかったらこう、下げらんないんだよな。でもまあ、どこに落ちるかわかんだよ。それがね、結構違いなの。で、このYバン倒すときは、弓は絶対に、お、俺、行く一歩って、あ、こうか。これのがいいの。ドラゴンイリエの。エニちゃんはいい、一番いいやつ持ってんだけど、今。俺、これ1700しかね。けど、一応魔法攻撃力があって、火がつくから、絶対にこっちのが、ワイバーンとかドレイクには向いてる。ここには向いてる、このエリア。ドレイクかワイバーンどっちか。あ、ドレイクには向いてないか。カスドラ呼ぶつもりだったから俺使ってたんだ、俺。カスドラには最高。面白いよね。ハゼ打ち。こうやってダイモン殺せるんだもんね。あのね、あとゴーレムの足元を飛ばせるって言われて、実はその実験に来てんだね。それさっき2回やったんだけど、なんか足の裏はうまくできなかったよな。うまくいくのか、みんな来ねえ、まあいいや。またゴーレムいねえかな。ゴーレムちゃん、ワイバンでもああやって倒せるのが分かってよかった。面白い。ほんとこのゲームいろいろと倒し方いろいろあって面白い。え？あ、あれゴーレムじゃん。ちょっと待って。無理だな。届かねえよ。ちくしょ。ハーピーだろ。あ、いける。あ、ガゴイルか。めっちゃ楽、これ。行ったれ行ったれ、ほら。おお、来た来た来た、怒ってきた。届かないな。ん？来た来た、お。何やってんだ、あいつ。百裂斬り。これ他に何持ってきてるか覚えてえ、何持ってっけ。フラクチャーダートと、あ、ファイブフォールド、連なり打ちだっけ。そうだな。あとまだいるか。行こう。何がありますか。行きましょう。ガーゴイルだけ。
いいね。じゃあフラクチャードアートで。当たんないよ。こらま、起きろよ。これフラッシュ打ちはさ、フラッシュ打ち簡単すぎるよねこれ。あ、もういたのお前。あ、怒ってる怒ってる。当たってね。ん？ちょ。弓だけでやるよ俺。足。最後に足が残んでいつも。あーね、あそこね、ウィキだとなんかうまく落とすと壊せるって言うんだけど、壊せねえよな。ここにあんだよ足。あれ？足じゃないの？足だよね。ほら、足のとこに行ってんじゃん、これ。やめて。ダメだ。エリンちゃん、頑張って。離れました。行ったれ。おお、来た。ちょっと。ごめんなさい。ああ、ちょっと遠い。距離感が難しい。足元に行ってるよな。ちょっと届かない。あ、死んでやん。誰かにやられたな？アビゲイルにやられたのか。こんな感じ。よっ。どこに行ってる？当たんねえ。もう見つかってんじゃねえかよ。うまくいってねえ。ああ、ちょっと。難しいんだよね。来た。当たった。今日はストライダーに海遊び。当たってるね。俺。あ、わかった。燃料がねえんだ。アッドオイル。エスケープ。明るくなったよ。どうなんの？ちょっと待って。ちょ、なんか遠いな。あ、角度が悪かったんだ。ダメだった。爆発しちゃったよ。いや、待って、フラッシュ打ちで やろうよ。あ、遠い。あれ、ちょっと距離感分かってない。あれ、これだろ。なんで、あ、そっか、高さ変えりゃいいんだっけ。当たった。あとは、あそこだ。手だよ、手。またフラクチャーダートでやりたい。ハゼ打ち。
やったー。いや、やった、成功した。え？アビゲイルがやったの？どっちだろう。いや、面白かった。帰ろう。あ、そっか、走って帰った方が得か。いや、帰ろう。ん？いいよ、帰ろう。うん、まあ、フラッシュ打ちはめちゃくちゃ簡単なんだけど、狙えるから、これで。ほら、あのマークがあるから。ハゼ打ちは難しいんですよ。これが好きに使いこなせる人は天才というか、超プロ。おっさん。ん？これな？何で？ちょっと待って、何枚あんのこれ。フェア？ファイシルバープレート。ああ、あれか。なんとかないとか。シルバーないとかなのか。これ何？ダイモン。はい。はい。また遊ぼう。今度はあっち行こうかな。